坂本のね性癖をさ話すときにそれも全部ねマネちゃんに確認を取ったの。これ言っていいですかねってこれ言って大丈夫ですかって。そしたらちょっとまずいかもですねってちょっとこれはまずいですね、あとこれもまずいですね、あーそういうのが好きなんですか、それもまずいですね。あれなんか言えるのなくなっちゃったなって。なんかすんごい軽いのだけ言ってるかな。まずいやちょっとまずいみたい、こじらせちゃってるから坂本はちょっとまずいものしかなかった。なんだろうね、軽く言えるものってなんだろうな、軽い性癖か、なんか生意気そうな敵の女の子がボコボコにされるのとか好きかな。これ大丈夫？これは大丈夫だよね。だいぶソフトだよね。だいぶソフトな表現だと思うんだけど。そうだからオーバーロードのクレマンティーヌとかすごい好きなんだよな。うん。この辺で話を終わりにしましょうかちょっとあんまり話しちゃいけない話かもしれないから、じゃあこの辺でおしまいにしましょう。はい、ということ。